岩手ワンコ広報室。今週のテーマは復興への思いをつなぐ東京2020大会、東京2020日本フェスティバル。5月15日東京2020日本フェスティバルが陸前高田市で開催されました。この催しは東京オリンピック・パラリンピックに向けて東北復興をテーマに、東日本大震災津波の被災3県と東京都をつなぐイベントです。海外からのご支援に感謝を込める大会であります。この子の名前はもっこって言います。イベントは東北の子どもたちとのワークショップによって作られた巨大人形もっこが、東北の人々から集めた復興への感謝のメッセージを国の内外に向けて発信するものです。またこの日は隣のイベント会場で聖火トーチの展示や三陸のグルメでのおもてなしも行いました。やっぱ日本でやるんだなっていう思いはありますし、ね、あっという間に多分来て楽しめるのかなと思います。なかなか体験できないことでしょうから、できるんだったらぜひしてほしいと思います。県は東京2020大会を盛り上げる幅広い活動を募集しています。年齢、居住地を問わず誰でも申し込みができます。詳しくは岩手応援サポーターで検索してください。また8月16日のパラリンピック聖火フェスティバルの集荷・出立式の観覧車を6月下旬から募集します。詳細は県ホームページに掲載されますのでお見逃しなく。東京2020大会に向けて復興支援への感謝を世界に届けましょう。岩手ワンコ広報室、来週も見てね。